おじさん、うん、どうした？今最近流行ってる FF あるんですよ。やりませんそれ？ああ、ルリの動画でやってたやつでしょ。そう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 、やるやろ。それちょっとまあクリエイティブしながらちょっと、まあ、結構大事な話があるんですけど、それも大丈夫ですか？うん、別に大丈夫だけど。え、 OK です。逆にクリエイティブしながらでいいの？いや、クリエイティブしながらって大丈夫です、大丈夫です。おう、これめっちゃ実践っぽくてめっちゃ練習になるんですよね。練習もうめっちゃやってる、めっちゃやってる俺。なんか普通のワンボックスとかって、建築バトルとかワンボックスって資材無限なんで、なんかやっぱリアリティはないんですよ、やっぱり正直ないね。でロケランとかもないしね。そうそうそう、なんでもこれは資材ちゃんと有限で、ロケランとかはなんか武器お互い違うんで、マジリアルっぽい。リアルだよね、めっちゃリアルだよね。お、あ、待って、俺何やったの、何やったの、こけたこけた。うまい。負けた。よし。うまくね。負けたんだけど。エミよ。エミんで。おー、こもりますね。だってそんな。エミよ。ガチでエミおじさんやん。あ、おじさんと悪いとこ出た。ダメージ食らっても回復しない。しよう、ちゃんと。いや、これ大丈夫か、これ下手くそすぎんちゃった。おだおだ大丈夫大丈夫、なんか話とかの前に俺に泣える。深夜なんでね、とこれやってるの。ちょっと疲れます、疲れます。おい、ジジイ、おじさん、くそ、いやマジで、いやくそ、いやおじさん、うまっ、エイムめっちゃ良かった。いやガチでうまいんだけど、おじさん。チュッチュッチュッ、よっしゃエイムよく、はい、ジェニー。大丈夫ですか、大事な話。ちょ、もう帰りましょう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 、もう一回。おー、いいけど別に。今日実は大事な話あるんですよ、おじさん。今日ちょっと待って、お前、おい、テイク2ダメだぞお前。その1回目なかったことにするな、お前。単純に悔しい負けたの。なんでだよ。よっしゃ、やって、こんなのダメだ、無理だ。え、なんで大丈夫っすか、大丈夫っすか。おじさん、実は今日めっちゃ大事な話ある。今日ちょっと大事な話あるんで、まあ、まあ、目視しながらってのもなんですけど。もうダメだ、もうダメだ。まあ日本、まあ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 クリエイティブもしながらっていうのもちょっとあれなんですけど、実は今日大事な話あって。おお、もうだいぶしてるけどね、クリエイティブね。いや、これ初めてなんで、はい。これ初めてですか。ダメ、おかしいって、おじさん。ほわーいや、待って待って、普通に負けてるのちょっとやばい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 。こんなのダメだ。なってはならないこと。オーナーに選手が負けるのはなってはならないことだ。うわー、ジェジェー。いやいや、喜び方な、喜び方。よーし、そのまま大事なことなんですけど。おお、どうしたどうした。僕の親が、うん、僕の親が今カレーパン屋をやろうとしてるんですよ。カレーパン、え、だってお前のお父さんの食全然違うじゃん。いや、そうなんですよ。でも親はカレー、なんかカレーパン屋作りたいって言ってて。お父さんが？はい、で、こっからなんです。はい、こっから大事な話で。はあ。
ここから大事な話なんですけど、まあ親結構俺もう17歳じゃないですか。おうおう。なんで普通にもう、真面目な話、本当に。そう、結構真面目な話です。おうおう。どうしよう。もう親が、あのそのお前もういい大人になったんだから、ちょっとあのカレー屋手伝ってくれんかみたいな感じになってて。は？え？いや、これガチっす。値段抜けです、これ。え、何？そのお前の お父さんがやるカレー屋さんを手伝ってくれんの？そう、従業員として手伝ってくれみたいな感じにもなってて。でも俺プロゲーマーなんで両立なんて無理じゃないですか。うん。なんでその親の仕事を手伝う親孝行したいなと思ってて。え、どういうこと？どういうこと？え、ちょっと待って。そのやっぱ一緒に手伝って一緒に稼ぎたいなっていう。なんでちょっとなんていうんですかね、視野抜けたいんですよね。え？これガチっす。いや嘘でしょ。言ったとかじゃなくてガチっす。って言っても今 FNCS あるじゃないですか。さすがにそれはルリには迷惑かけれないんで、それ終わったらっていう話っすね。大丈夫ですかね。え、マジで言ってんの？え、何？カレーパン屋を手伝うからってこと？そうです。だってお父さんの職全然違うじゃん。だっていや、そうなんですよ。ですけど、親はちゃんとカレーパンが好きらしくて、でもカレーパンも好きで、カレーパンを作るのも好きらしくて、仕事そういう仕事に親がするんだけど手伝ってくれないみたいな。お前とも一緒にやっていきたいみたいな、一緒の仕事をしたいみたいなことも言ってるんですよ。え、だってさ、え、変な、はい、え、真面目なんでしょ、本当に。ガチです、これ。ちゃんと話すけどさ、だってさ、お前の親父さんさ、どんぐらい稼いでか知ってるじゃん、リザートが今。はいはいはい。え、それでもそういう結論になってんの、お父さんは。確かに、あの、稼いでる方は多分、その今のフォートナイトのプロゲーマーとしての方が稼いでると思うんですけど、でも、親は一緒に仕事したいみたいな。お前と一緒に仕事して稼ぎたいみたいなこと言ってるんですよ。いや、それはお父さん勝手すぎるでしょ。いや、確か勝手なんですけど。だってさ、そのさ、まあでも、はい、どうなるか分かんないものに対してさ、その息子を巻き込むのは違くない？いや、成功してるとかだったらまだ分かるよ、もうすでにね。はい。でも違うじゃん。だってまだ分かんないし、これから始まるでしょ。そうっすね。それはちょっとなんか違くない？普通に考えて。いや、でももう親にちょっともう分かったって言ってしまってて、もう帰れないっすね。え、じゃあ、いや、え、ちょっと待って、冷静に考えてみ。だってさ、え、だってさ、え、フォートナイトになんか不満があるとかあるの？不満っていうか、フォートナイトっていうか、その今やってるプロゲーマーに対して不満があるとかあるの？いや、でもやっぱ上のパン屋、カレーパン屋にこう継ぎたいなって思ってて。え、だって全部失うんだよ。だって今まで自分が頑張ってきた努力とか築き上げてきたものとか全て失うんだよ。いや、もう僕からしてもパン屋やりたいっす。ちょっとなんでカレーパン屋のは楽しいかなって。いや、パン屋やりたいっすよ、僕は。いやいや、もうね、なんで僕の自由じゃないですか。いやいや、ね、いや、あのね、いや、なんか嘘感が出とるねん。いや、出てないっす、本当に。あの、お父さんがパン屋やりたくて。しかもさ、なんかさ、パン屋とかだったら分かるけどさ、カレーパン屋ってさ、すごくさ、いや、なんか言ってすぎない。いや、結論的に言うと、俺は CR 抜けれるんですか？ね、OK、じゃあ、はい、今もう夜遅いじゃん。はいはいはい。2時半とかだから、はい、俺じゃあ、もう明日、お前のお父さんに会いに行くわ。え？うん、俺、お前のお父さんに明日会いに行くから、それで、お父さんと、喋って、その結構真面目にちゃんとお父さんと喋るから、で、お母さんとも会って全部話して、お前とももう一回話すわ、会って OK？ え？いじゃないでしょ。え、今、え、おじさん来るんですか、家に。行くよ、行くでしょ、そんなもん。明日行く、すぐ行くから。
じゃあもし、はい、もし今実は今日がエイプリルフールで全部嘘だったって言ったら怒ります？おじさん、今日何の日ですか、おじさん。エイプリル、うちが、ああね、ああね。だとしたら、お前が今日俺に負け続けてクリップをあげるわ、俺はツイッターに今から。正直気づいてました、ダメだな、この時俺、下手くそだ。いや、嘘だってわかるわ、ボケ。